もう今のところすげえジャミル悪者にしちゃってるけどね。どういうことだジャミル。お、客を呼ぶなんて俺は聞いてないぞ。やっぱ全然違うの、人が、人格が変わってんのよ。あれ石もらえるんだ、このストーリースキップすると。スキップしなくてももらえるけど。うんふんふんふん。あ、ジャミルだけ式典服なんで。学園長、何か落としたぜ。これはネッサの国の観光パンフレット。何それ。ドライフルーツも買ったし、スパイスも買ったと頼まれてたものはこれで全部だよな。え、何してんの。ドライフルーツ何に使うの。よっしゃ、今夜の宴の準備はバッチリだ。え、何しようとしてんの。すげえ悪い顔してんな、ハリム。また厄介事を安請け合いしてきたのか。あったわこのシーン、あったあった、思い出した。うわーすっげえ、植物園が花でいっぱいに飾り付けられてるぜ。すごいよね、絶対無理だ俺こんな飾り付け。え、爆発の今の。スカラビアリオ廊下。あっちゃ参ったな、カリム。何してるのカリム、危険でしょ。放課後俺に呼び出されたか分かってるな。え、何。あ、カリム、カリム。俺も難しい話を聞いてるとすぐ眠くなるから気持ちは分かるぜカリム。そいつを月桂樹の実にバーッと加えてグワーッと混ぜるカリム。カリム分かりやすいぞ、偉いぞカミル。カミルじゃないカリム、全てにおいてリルドルっぽいだな。ああ、カリム。スターゲイザー、一度でいいから選ばれてみたいな。やっぱカリムやりてんだな。待って、ストーリー進めない。今密航カリム、次カリムだったのか。あーもうカリム、いい部屋住んでんね本当に。エピソード0ってどういうことこれ、さっきから。あーいいね、この音楽もいいわカリム。カリム、俺の願いは、何何何何何、みんなが幸せでいられますように。素晴らしい、もうもう素晴らしい、もう世界平和。うわもういいわ、一番いい、もう今までで美に厳しい2人が認めてくれた。すげえな、今年の北上でなカリム。その魔法石ガチャに使いたいわ。あ、来た、いきなり来たよみんな。ほらみんなお待ちかねのカリム。ほらもう驚かせないでカリム、本当にねえ、寿命縮まるじゃないか。フェアリー柄なんだそれ、なんか楽しそうな響きだな。ねえねえカリム、なんか楽しそうだよね。マレウスはあの女王と同じ妖精族だろ、大切な石だから返してほしいってお願いしたらどうかな。あー確かに、つながりあるんだったらその方が楽か、一番いいぞカリム。うわ咲いてんだカリム、やっぱ。ん？みんなどうした、俺の顔になんかついてる。ああまあ確かにカリムはあれか、生かしたくないけど危険だから、生かしたくないけど、そうかカリムはあれか。いいぜ任せとけよ、みんなが困ってるなら力になってやりたいしな。うわもうカリム優しいな、お前は優しいな、いい子に育ったわ本当に。妖精たちの祝祭か、ワクワクするな。カリム本当気をつけてよ、怪我しないでよ。やっぱりクソポンジンとグリルか。ちょっと待って、ちょっと待って、もうほんとさ、ほんとにダメだね、なんか適当に名前つけるとやっぱダメだね。俺カリムに今悪口言われたと思ったわ。やっぱりクソポンジンとカリムか、お前たちもフェアリー柄に参加するんだな。まあカリムにクソポンジン、まあしょうがねえわ、もうカリムなら許すわ、もうしょうがない。うん、本気で思ってないと思うしね、カリムは。やっぱりクソポンジンとカリムか、いい感じだ。お、ウィンクしてる、カリムのウィンクシーンだよみんな。激レアだよこれ。この日のためにベルの厳しいレッスンをたくさん乗り越えてきたよな。頑張ったよカリム、本当に頑張ったよ、本当に本当に頑張ったよ、もう本当に頑張ったよ、もうだろ、俺たち息ぴったりなんだよ。ほらもうこの笑顔。わかるぜ、俺もよく会議があるの忘れてジャミルに怒られちまう。いやカリム、カリム、お前かわいいな本当に、いつになってもいつまでたっても多分おじいちゃんになってもかわいいわ。あカリム、ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。はいもう100点、100点、100点、もう1000万点。ロアドゥール。
熱さの上を吹き抜ける一陣の風のごとき舞い、軽やかな歌声に私の体も飛び上がりそうさ。うん、ボーテ100点。うん、もう100点には低い、1000万点ぐらい上げて。うちの学園っていろんなやつがいて面白いよな。カリム、俺もそう思う。カリム、そうだよな、やっぱな。ん？何？おお、なんか天井が低い屋敷だな。魔法の絨毯に乗ったらすぐ頭をぶつけちまいそうだ。かわいいなお前なあ。かわいいな、魔法の絨毯で乗ろうとするとこも。いいぞ、どんどん乗り回して。ジャミルに作ってもらった揚げまんじゅうとクナーファっていう小麦粉の菓子だ。えらいえらいえらい、もう小麦粉とかも持ってこれるのね。えらいな本当に。小麦粉なんてね、小麦粉の菓子なんて普通持ってこないから。でもカリムはね、周りのこと考えて、ああこれ被らないようにしようかなって。ねえ、偉いぞお前。ナッツやチーズ、クリームなんかを乗せるとうまい。お前らに食ってもらおうと思ってさ。優しいな。もうずっとその心でいて。それはないよな。でも頑張ればポジション替えもありなんだろ。うおー、燃えるぜ。いいね、やっぱカリムがいるだけでちょっと違うわ雰囲気が。コーラス&ダンスチーム、メインボーカルチームに負けないように頑張ろうな。いいねその意気込み。壊れるような輝きは消してあげる。はあ、やっぱここでつまずいちまうな。伸びが苦手なのか最後の。短いスパンで全部獲得したい。ニコ、もうポンポン言っちゃう。もうレアとスーパーレアにはもう反応しない。うん、もうそういう体じゃないんだ俺。 SSR にしか反応しないんだ。あカリム、おい歩き十分だな。カリムもね、カリムもね、偉いね、来てね。おい、やる気十分だな。俺も負けてらんないぜ。優勝も、はい優勝、コンテストじゃなくても優勝。どう、オクタビネルのハロウィーンは。なんつーか、すげえ不気味だ。うん、カリム、カリム、早く見せてくれお前の変身を。俺は見たいぞカリム。へへ、狼の獣人族であるジャックに褒められると嬉しいな。あ、そうだ、ガオ、うわー、もう見た、みんなこれもう見た、この顔やっばやっば、もう死人出てるわ。ごめんねこの実況で死人出てたら、もう多分今500万人ぐらい死んでんじゃねえかな。いやーいいねカリム、この顔もなりきっちゃってるよ。歌に踊りにうまい飯、楽しめることは全部楽しめ。うん、うん、見てない気がするこれ、わかんない、見たかもしれないけど見てない気分だから見てないってことにする。てかお前かわいいな、今日も、今日もかわいい。何よもう、乃木坂オーディション応募すればバレないよ多分。もしかしてハロウィンウィークのお客さんっすかね。あーもうサバナは全然興味ないんだ。あ、ジャックはやってるけどこの二人はやんないんだ。でもそれにしちゃ多すぎる気が。カリムだよ、きたー。ああ、もうもう一回ガオやっていいよ、もう一回ガオやって。いろんな料理が食べられて本当に楽園なんだぞ。ね、飲み物欲しい、飲み物。お前たち何を騒いでる。あらば、まあ、来ちゃったね。寮長、寮長、寮長、揃ってないよ、揃ってない。カリム、やり直し。うん、少し渋みが強く出てしまいましたね。別の茶葉を試してみましょうか。別の茶葉、何やってんの。ティータイム、一人で。おー、びっくりした、びっくりした、あ、びっくりした。ちょ、急に出てこないでカリム、心臓止まりそうになったから。うわ、すごい量のカップと茶葉だな。え、カリム、なんでそんな目見開いてんの。そんなびっくりするほどの量あったの。乾燥しちゃうよカリム目。お菓子をさ、なんかおもちゃみたいなのに詰めて割る遊びあるじゃん、あれ。あったよねそんな遊び。ああ死ぬってカリム、死ぬってね、本当に実況中に。
ああもう指一本一本が可愛かったな今。指一本一本が可愛いやつがいたな。ならば合言葉は分かっているな。はあいる。お菓子が欲しけりゃ大きな声で叫んでみろ。ガウーワーノックダウン。失礼します。ラギド。おぉ、何カリム、急に出てこないで。急に出てこないでよ。頼みよ、お願いだよ。びっくりしちゃうんだよ。もう本当に何なの。いたた、すみません、前を見てなかった。ゲッ。ん、あ、来たーん。気持ち悪いね、今のは。すごい気持ち悪い。なんか、うーんって伸ばすのはすごい気持ち悪いと思う。気持ち悪いは言い過ぎました。ごめんなさい。謝罪します、ここで。いってらっしゃい。ちょっとトラブルはあったみてえだけど、あいつらが元気に戻ってきてよかったな。カリム、やっと出てきてくれた。なんだかすっきりした顔してたし。カリムはもういつでもね、誰かの敵になることなく優しいね、カリムは。俺はもっと派手な衣装が良かったんだけどな。うん、じゃあ派手な衣装にしよう。もう変えて。え、じゃあ俺はそこで見る感じかな。おお、ありがとな、学園長。カリム一緒に見よう。